アレクセイ・エブゲーニエヴィチ・ウルマノフは、ロシア・レニングラード出身の男性フィギュアスケート選手で、現在は、フィギュアスケートコーチ兼国際スケート、連盟公式技術審判員。1994年、リレハンメルオリンピック金メダリスト、ロシア語読みでは、アリクスイエイ・エブゲーニエビチ・ウルマアナフに近い、ソビート連邦のレニングラードに生まれた。 1989から1990年シーズン、ソビエト連邦代表として初出場の世界ジュニア選手権で2位となる。翌1990から1991年シーズンからはシニアクラスに転向し、欧州選手権及び世界選手権に出場を果たした。ソビエト連邦崩壊後はロシアに所属することになる。1992年アルベールビルオリンピックには、 旧ソビエト連邦を中心とした合同チームの独立国家共同体代表として出場したが5位入賞に止まった。1993年世界フィギュアスケート選手権で最高位の3位となり、2度目の出場となった1994年、リレハンメルオリンピックにはロシア代表として出場し、ショートプログラム及びフリースケーティングで1位となり金メダルを獲得した。 1995から1996年シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦。チャンピオンシリーズファイナルで優勝し、初代王者となった。翌1996から1997年シーズン、1997年、欧州選手権で初優勝を飾る。同年の世界選手権では、予選、ショートプログラムともに1位スタートとなったが、怪我により、 フリースケーティングを棄権。世界チャンピオン獲得はならず、長野オリンピックを控えた1997から1998年シーズンを棒に振ることになった。1998から1999年シーズン、怪我から復帰し、競技会に戻ったもののシーズン終了後にアマチュアを引退。プロに転校し、アイスショーなどで長らく活動。 後にフィギュアスケートコーチに転身し、現在は国際スケート連盟の公式技術審判員に就任した。ウルマノフは現在、ソチのアイスバーグスケートパレスでコーチとして活動している。指導実績のある選手は以下の通りである。過去に指導してきた選手1998から1999。 シーズンハット ABGHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.fskate.ru スラッシュスケーターズスラッシュ340ドット html ロシアコラテンホンジアレクセイエベジェニビッチアーマノーブありがとうございます